お願いいたします。皆さんこんばんは。夜遅くまで大変ご苦労様でございます。総理から環境大臣並びに内閣府の特命担当大臣原子力防災を担うようにとご指示をいただいた石原伸晃でございます。私の方からは冒頭3点についてお話をさせていただきたいと思っております。まず第1点は原子力事故に伴います放射性物質による環境汚染への対応、これはもう皆様方の気持ちと一緒であります。ともかくしっかり取り組む必要が重要である。そして今着々と進んでおりますが除染あるいは汚染廃棄物の処理、これをどのように着実に進めるのか、そしてそこに暮らす住民の方々の健康管理、これも基金を積んでですねやってはおりますけれども、しっかりとした支援を継続する、これが肝要だと思っております。また災害廃棄物の迅速な処理、これ東京都はかなりのものを受け入れておりますけれども、しっかりと処理に取り組んでいくということが肝要だと考えております。2点目は原子力規制についてであります。これもご存知のことだと思いますが、我が党の塩崎議員を中心に作りました独立性の高い参上機関であります原子力規制委員会、この判断というものを私も最大限尊重してまいりたいと考えております。そして原子力防災についてでありますけれども、原子力防災会議の事務局長という役を拝命している形になっておりますので、その任務をしっかり果たすということに尽きるのではないかと思っております。そして3番目、環境大臣本来の仕事でありますこの地球温暖化問題やあるいは生物多様性の保全といったような環境問題、これまさに人類の生存のなんていうんですかね、是非これを担う重要な問題であります。これにしっかり取り組んでいかなければ、私たちはこの日本を、あるいはこの地球を、時代を担う子どもたちにしっかりと伝えていくことができない、そういう認識のもとで取り組ませていただきたいと考えております。私からは以上でございます。朝日新聞の山下と申します。大臣申し上げましたですね、原発事故の除染によって生じる汚染土壌の処理についてなんですけれども、民主党政権では中間貯蔵施設に30年間保管をしまして、最終的に福島県外に最終処分場というものを作るというような方針で、中間貯蔵施設の設置を進めてきているわけなんですけれども、この方針について今後見直すことはないのかということをどのように取り組んでいくのか。ただいまのご質問は非常に重要な点だと私も認識しております。と申しますのも、その福島県内の除染によって発生する土壌、今も実はブルーシートに覆われているようなところも多々見受けられるわけであります。これをやっぱり安全に保管するためにこの中間貯蔵施設というものは必要であるということは大体の方がコンセンサスを持ってらっしゃる。でこれに対してその国の民主党政権ではありますけれども、県の皆さんとご相談をさせていただいて、3つの町ですか、分散、設置する考え方の説明をさせていただいております。明日また私の方も福島を訪ねさせていただきまして、佐藤知事とこの点もお話をさせていただくことになると思うんですけれども、知事も確か11月の会見か何かでですね、県としては、地元の山頂に対してしっかりと説明するということが前提であるけれども、調査をすることは致し方ないんじゃないかというようなご発言もいただいております。ここのところをしっかりと進めると、そしてこれも30年という話は県の側から出てきた話でありますので、これをしっかり守ってですね、進めていく。ともかく一歩刻む。これが大切なんだと思います。もう一方でお願いいたします。じゃあ遠いから。NHK の危険を申します。
再稼働について伺いたいんですけれども、先ほど大臣は規制委の判断を尊重するという話をしていましたけれども、規制委員会が再稼働は政治会で判断するのか、それとも政治判断として行っているのか、どちらになるんですか。環境大臣は所管してますのは、環境省にぶら下がっている規制委員会であります。ですから規制委員会の判断というものを尊重するというのが、私は大臣でありますから当然なんだと思います。そこから先のことは、環境大臣の私がどうする、こうするということを言うような立場には私はないんだと思います。政府としては判断をしていく必要はあるというのか。ですから環境大臣として、政府としてのご質問であるならば、総理、官房長官に聞いていただくのが正確なところだと思います。それでは以上をもちまして、石原大臣の会見を終了させていただきます。ありがとうございました。